これで大丈夫なの？あ、大丈夫です。あ、そういうことなんですね。あ、地声でね。あ、このマイクはあれ用です。あの、ユーストリーム用。あ、そうだそうだ。皆様お待たせいたしました。今から、そうですよね。皆様お待たせいたしました。今から、ミニセミナーをスタートさせていただきます。1人目のご登壇者様は、イノベーション東北の、矢本様です。今ここならでは、イノベーション東北さんってこれから詳しくご案内あると思うんですけれども、Google さんが中心となって東北の復興支援をされている団体様なんですけれども、そちらとココナラが最近提携をさせていただいて、ココナラのサービスを生かしていただいたりもしている、大変お世話になっている方で、きっと面白いお話が聞けるかなと思いますので、ぜひお楽しみください。これ地声で、地声で頑張って、はい、皆さんこんにちは。はい、なんか大盛況の中こう場を切り裂く感じですごく恐縮なんですが、イノベーション東北の矢本と申します。ちょっと今日ですね、西川さんと、普段ご一緒させていただいてまして、その関係もあって東北の復興支援をちょっと新しい関わり方で、やるっていうプラットフォームをイノベーション東北という形で運営してるんですが、そちらのご紹介をさせていただければなと思ってきました。でですね、アジェンダが3つほどありまして、私何者なんだっていう話と、あとRCF 復興支援チームっていう、この Google と一緒に、イノベーショントークを運営している団体があるんですが、そこが何者かというところと、あとはイノベーショントークのご紹介をできればなと思っています。まず簡単に自己紹介なんですが、私は矢本正武と申しまして、現在この所属は RCF 復興支援チームというところに属して、Google と一緒にイノベーション東北を運営しております。で、簡単に5つで自己紹介すると、東北出身で青森出身でした。で、震災時にちょうど仙台の大学院に通っていて、それで震災を経験した後、一応総合商社というところに就職をして、資源投資のビジネスを知っている傍ら、ちょっと海外から日本を見た時に東北ってすごく課題が溢れていて、ここになんとか入りたいなという思いがちょっとあって、復興支援に今関わっていますと。イノベーション東北のマネジメントみたいなことをしていますと。で、私がですね、初めのキャリアで選んだその総合商社で1年目にいきなり蹴り飛ばされた国があるんですね。それがこの日本から中国に伝わってこの先にあるカザフスタンという国にちょっと行きまして、そこで、こんな何もない地平線がずっと広がっている場所で、道路を羊が歩き回っているような場所で魚がよく出てくるんですね。で、この魚を食べたところちょっとお腹を壊しまして、カザフスタンで初めて日本人が来たと言われた、救急病院に運ばれて、悶々としたりしながら、ウェブにある東北復興支援新聞という、東北の現状を今なんか包括的に伝えているメディアがあるんですけども、こういうものを通じてやっぱり東北って今すごく課題が先進的な課題が10年先越しして、顕在化している地域だっていうものを知りまして、故郷でもありますので、ここの東北に、コミットしようと決めて、昨年転身したというのがことの次第です。で、書いてる通りなんですが、震災がもたらした課題と一緒に、潜在的な課題が、東北って10年早く顕在化してしまった地域だと思っています。で、変えたいだったり、その地域にもともとあった課題みたいなのを変化させることだったり、あとは何か他のものと代替することで解決したいっていうのが、私のモチベーションの源泉で、それをさらにこう商社で培ったこうビジネス的な手法だったり、あとはこう中間に入ることでこう人と人の間をつないで支援をするみたいな商社的な立場を通じて支援をしていきたいなと思い、この現在の RCF 復興支援チームというところに所属しております。この RCF 復興支援チームのちょっと紹介もご紹介もさせていただければなと思うんですが、ここなんですが、行政だったり被災地域だったり民間企業であったりといった、東北に関わる団体ステークスホルダーだけでも結構様々な場所があるんですね。
でこういうところのちょうど中間に位置しながら、まさにコーディネーターだったりプロデューサーとして行政だけでは解決できない課題だったり、あとは被災地域だけでは解決できない課題を、まあ、企業だったり、まあ、行政だったり全て一緒にまとめながらステークホルダーを取りまとめて、まあ、課題解決 のプロジェクトを生み出して解決していくというような団体です。で、まあ、我々目指しているのが復興ということだけではなくて、東北復興を通じて地域社会の在り方を変革したり、あとは新しい社会像、まさに10年早い課題が出ているところで、まあ、これからの他の地域、日本の他の地域で生まれる新しい課題への解決方法というものを、まあ、ここの東北という場所をある意味実験場的に使いながら課題解決のモデルをスキームを作っていくってことにトライしています。で復興ってこう多分東京にいらっしゃる皆さんってもうほとんどあまりこう耳にしなくなっている、まあ、テーマかなと思うんですが、実はですねまだまだ進んでいないというのが現状で、今ちょうど丸3年のタイミングなんですが、まさに災害発生してからいわゆるインフラを復旧するであったり仮設住宅を建てるであったりといった、まあ、復旧のフェーズがあったんですね。現在まさにそのできてきた箱の中に何を生み出していくか、コミュニティを生み出したり産業を生み出したりっていうようなこの街づくりをしていくというような、まあ、フェーズに入っていて、このフェーズってものすごくこう目に見えないんですね。家が建つとか道路ができるとかはすごく分かりやすいんですけども、こう目に見えないのですごく苦しい踊り場の段階なんですが、まあ、こういった課題が変遷していくところに対して、まあ、こう優先度が変わっていくものをこうプライオリティつけながら、まあ、課題解決をしていくというようなことをやっていて、まあ、テーマごとにこのような企業さんと、まあ、ご一緒しながらいろいろやってますっていうのが、まあ、この図ですと。例えば岩手県で仮設住宅支援をジョンソン&ジョンソンをやっていたりとか、まあ、釜石市という岩手県 の, これも沿岸部なんですが、そこのまさにできた区域にどんなコミュニティを落としていくのかっていうのを UBS さんとやっていたり、あとは私がまさにメインでやってるのがイノベーショントークといって、これは新しくそこに住む人たちが何をして食っていくんだっていう産業を作っていったり、まあ、それをエンパワーして支援していくみたいなことを、まあ、イノベーショントークではやっていて、他にも教育だったりといったこうちょっと足の長いテーマにも、まあ、いろんな方々とご一緒しながらやっていったりしますと。で早速ちょっとイノベーショントークの話に入っていきたいと思いますが、まあ、イノベーショントークですね、簡単に言うと支援とニーズのクラウドマッチングと呼んでいまして、東北にいらっしゃる事業者が抱えている課題を、まあ、間にはまる我々みたいなコーディネーターが、まあ、ヒアリングしたりこう課題のボールに落としてきて、そこをスキルを持ったサポーターだったり企業さんとおつなぎすることで、まあ、解決するプラットフォーム、それもかなり敷居を低くしていろんな方が参加できるようなプラットフォームにしているんですね。でまさにここならさんにもここのサポーター企業として参加していただいておりまして、まあ、ここの事業者が抱えている課題を我々がヒアリングしてきたものをここならで解決するみたいなことも連携の仕方としてやっていますと。で遠くの事業者さんなんですが、例えばこの方釜石市の、ホタテ漁師さんなんですけども、日本で一番付加価値の高い一番プライスの高いホタテを作ってるんですね。であるとか、こちら梱包屋さんで、まあ、ちょっと後ろに見えるんですけど、こう段ボールを使っていろんな梱包材を B2B メーカーに納めるってことをメインでやられてるんですが、ちょっとこの辺りに見えるように結構加工技術がものすごくて恐竜を作ってしまったりするんですよ。こういう技術を使って B2C のより利益率が高いビジネスに震災を経て、変遷していこうというチャレンジをしていたりですとか、あとはこちら福島の双葉町といって、現在限界区域といわれる立ち入りができない地域になってるんですね。そこで300年続く造り酒屋をされていたんですが、もういわゆる風評被害とあと原料作付けができないという問題にぶち当たっていて、もうどうにも他の地域に出ていくこともすごく拒まれているんですね。なので日本じゃなくてアメリカに出ていこうというチャレンジをされている、こんな方々と、こんな遠くの自分の力で立ち上がろうとしているチャレンジャーの方々とサポーターと呼ばれる、なんかこう私でも何かできるかもみたいな、普段例えば泥かきではなくて、ウェブのデザインをやっていますですとか、まあ、まさに占いやってるはちょっといないんですけども、まあ、経営コンサルやってますとかマーケティングやってますとか、まあ、そんなちょっと自分が持っているスキルを使って関われる方々っていうのが、まあ、200名以上今集っていただいてるんですね。こういう方々でしたり、あとはここに25のロゴをバーンと並べてるんですが、まあ、こういった企業団体が持っている人だったり、
まあ、サービスだったり、あとはノウハウ、仕組みだったりといったものを遠くの事業者さんと一緒に提携して、使っていくことで、まあ、彼らの課題解決を加速していくというような、マッチングをまさに進めていますと、まあ、2度目ですが。でこのイノベーショントークのプラットフォーム、なんか3つの意味で意義があるなというふうに私個人的には思っていて、まあ、1つ目が、まあ、事業者の新しい課題解決の手法になるなと思っています。というのも東北のインターネットの利用率って実は日本中で一番少ないんです。つまり例えば東京に住まれている方ですと、まあ、この事業は、ランサーズにアウトソースしようとか、ここならのあの人に調べてもらおうとか、例えば隣のあそこの、商店にこれは発注しようとか、事業の一部をアウトソースするっていう考えがあると思うんですが、なかなか東北の事業者だってそういうものを持てない、家業というものにとらわれているところがありまして、まあ、その方々のこうマインドを変えて、自分のできないことはプロフェッショナルの人にお願いしていくであったり、本当に専門家のクオリティの高いものを使っていくというマインドを変えて新しい課題解決の手法を提供するという意義が一方でありまして、もう片方、参加していただいているサポーターの個人だったり企業の方々にとっては、本当に社会の問題に対してこれまでボランティアで人ポーンと送るだったり泥かきに行く以外の本当に新しい自分でもできて自分でしかできないような新しい関わり方というものをこのイノベーショントーク上でこう実現してもらえるようにしてできているなというふうには思っています。あと3つ目がそういうものが自由に集まってきて、すごい数が集まってきたところで勝手に化学変化が起こるっていう、まさにプラットフォームっていうものが形成でき始めている、それも遠くから始まってるっていうのが、まあ、私はすごく意義があることだなというふうには思っています。でこれがまさにそのマッチングが起きた時の写真を事例としているんですが、こちら宮城のあられさんといって、なんか宮城県の渡里町というところでもう長年こうあられを作っていたんですね、宮城のお米を使って。でその方々が震災の時にこういわゆる風評被害だったりで販路が閉ざされてしまって、なかなか中だけで売っていくのは難しいというので、東京へのこう販路開拓をすごく頑張ってらっしゃるんですね。そこにまあ、関東で活躍されているデザイナーの方がくっついて、まあ、この方もものすごい共感していただいて、デザイナー人生をかけたパッケージを作るっておっしゃってくださったりとか、あと自分の地域だけでは見なせない変化にこの事業者の方々もトライすることで、今ですねスカイツリーのところにこの宮城のあられさんのあられを初めてこう彼のパッケージで搬入していくっていうことが、実現できたりしておりますと。でこれまでの簡単な成果なんですが、例えばさっき出てきたホタテ屋さんなんですけども、まあ、東京のウェブ広告の運用をされているサポーターの方とくっつきまして EC を立ち上げて、その EC での売り上げが前年比で 300% ぐらいアップしたという事例が起きていたりとか、先ほど紹介したこの今野さんという方なんですけども、新潟のコンサルタントの方とマッチングすることで、まあ、会社の事業構造 B2B100% だったものから B2C を始めて、で商品開発をしたり EC を立ち上げたりされていたりですとか、あとはこちらの酒屋さんなんですけども、まあ、神奈川のウェブデザイナーの方とマッチングをして、まあ、ウェブを使ってまずはアメリカの方々に自分のお酒ってどういうストーリーで作ってるのかみたいなことを発信していくであるとか、あとは向こう のお米の農家さん、アメリカのお米の農家さんと初めて対談した時に、まあ、アメリカのサポーターの方がですね、まあ、通訳をしてコミュニケーション手伝ってくれたりとか、まあ、そういう共感を見ながらいいマッチングが起きていて、まあ、全部でですね、今のところこれ昨年の5月に立ち上がったプロジェクトなんですが、だいたいおよそ9ヶ月ほどで東北201の事業者に対して、まあ、全国から266名のサポーターに集まっていただいています。で支援要請プロジェクトっていうのは、まあ、448件ぐらいあるうち288件ぐらいが実際に支援が進んでいて、まあ、78件ぐらいが完了しているっていうのが、まあ、まさに去年の5月から今日3月、8日まで の実績になりますと。でまさにこういう出会いによる課題解決をこれまで288回やってきたんですが、これからあと1000回やりたいと思っています。で産業支援っていうものは本当に短期的で速効性があることがすごく重要だと言われてるんですね。というのも教育だったりっていうのはすごく足が長くて、まあ、確かに大事で子どもたち、遠くの子どもたちがどう育っていくかっていうのを支援することってすごく大事なんですけども、時間がかかるがゆえに目に見えなくて変化を感じづらい、なのでその間に遠くから人がいなくなってしまうっていうのがすごい問題視されていて、
そうならないためにも彼らにとって夢になるような産業っていうものを遠くに落としていかなきゃいけない。であるがゆえにある程度こう短期的でこう速攻性があることをすごく求められています。でかつ戦略っていうものが求められていて、まあ、皆さんもビジネスされる中で誰をターゲットにして何を売ってどうやって売ってでいくら稼いでどんぐらいの利益を出すんだっていうのは当たり前に重要だと思うんですけども、復興という文脈で30何万人っていうのが被災しているあの地エリアで産業に対して戦略を持っている方って実はいないんですね。なので我々が作っていかなければいけないんですが、まあ、この戦略を作っていく上でじゃあ誰を支援すれば東北は復興したって言えるんですかっていうのは本当実は分からない。そんな中で我々スケールしていくことによって実際にその支援すべき相手に必ずつかみ引っかかるというような考え方をしておりまして、とにかくこのマッチングによる事業支援のスキームをどんどん広げることで、スターというかヒーロー的な方を捕まえるというか、そういう方をしっかり実支援してで東北に対してインパクトのある支援をしていこうというのが、まあ、イノベーショントークになっています。まあ、改めましてこういう3つぐらいの意義があるなと思いながらやっておりまして、でその中で、まあ、ここならと、ついですね最近連携をし始めまして、まあ、実際に実績も出ておりまして、例えば現在我々まだまだサポーターの方々をたくさん募集しているんですね。でそんな方々に訴求するのはすごく難しいなって思っていたんですよ。そもそもイノベーショントークって何ぞっていう話から東北にあまりもう興味関心がない方々がどうやって関わったらいいかってい こう見えないところに対してどうやって訴求していけばいいのかなっていうのを相談したときに、まあ、漫画描いてみなよって言われて、まあ、ここのあのサポーターの方がこれ描いてくれた漫画なんですね。まあ、まさにちょっと読んでいただければなと思うんですが、こういうチャレンジャーの方々がいて、まあ、でもまだまだいろんな人の力が必要なんだよと、そんな中で、まあ、イノベーショントークっていうのがあってね、サポーターの方がたくさんいてマッチングしてくれるんだっていうのを、で私にでもできる支援の仕方ってあるんだねってこう気づいてるみたいな、まあ、オチになってるんですが、まあ、こういう漫画を描いてもらってサポーターの方々を、お呼びしていたりだとかしていますと。まあ、他にもですね、まあ、遠くの方々が作ったウェブをちょっと見直してほしいときにここのあの方が、参加していただいて話してるですとか、まあ、ちょっとした資料を作ってほしいっていうときにここのあの方とご一緒したりですとか、まあ、いろんな事例を今作っているところで、まあ、まさに非常にお世話になっているところでございますと。でですね、まあ、最後ちょっとだけなんですが、イノベーショントークで YouTube というところでイノベーショントークのチャンネルを持っていまして、まあ、そこでまさにこういろんな事業者の方々が、まあ、どういう状況にあってその中からどう立ち上がってどんな方とご一緒してでどんな成果になっているかみたいなのをこんな形でビデオを結構作っている最中なんですね。まあ、もしご興味ありましたらこう YouTube でイノベーショントークって検索してみていただいて、まあ、そこでぜひご覧いただければ嬉しいなと思っています。この事例は気仙沼という、まあ、宮城の沿岸部のお寿司屋さんの方で、まあ、店舗が流されてしまったんだけど腕は流されないと言ってこの新しい店舗が今年の1月に立ち上がったそれまでの3年間の間全国中を行脚して全国お寿司を握って、回ってイベントで自分のなんていうか身を立てていたんですね。まあ、それを流され寿司と彼ら自分で自分の名前を付けていて、でまあ、そんな間にいろんな人とのつながりができたということに感謝をして今年の1月に気仙沼にまた新しい店舗をできたんですが、まあ、その店舗に、まあ、これまでのできた人とのつながりを感謝できるようななんというか仕切りをつけるであったり、あとこうやって、まあ、今ウェブを作ったんですが、まさにこのサポーターのデザイナーの方と一緒にウェブを作っていろんな方に向けて我々今こうやってまた立ち直って頑張れてますよみたいな発信をして気仙沼にどうぞ来てくださいっていう話をしていたりみたいなストーリーが、まあ、このビデオで表現されてますので、まあ、ぜひご覧いただければなと思っております。ちょっと時間の関係もあるのでここで一回止めますと。というのが大体 のイノベーショントークのご紹介でして、最後にもう一点だけ今ですね Google と、まあ、我々 RCF の人間とで、まあ、これまでやってきた震災への取り組みを全てアーカイブした
なんか展示のようなものを六本木ヒルズの大屋根プラザというところで、3月の11日までやってるんですね。まあ、震災から3年記憶と復興の今という題して、まあ、いろんな写真であったりストーリーであったり、あとはストリートビューというのをまあ走らせてまして、震災直後から走らせてまして、まあ、震災の前直後で今で、まあ、どういうふうにその土地が変化してあるのかだったりっていうのをちょっと時系列で終えるようにしていたりしますので、まあ、ぜひいろんな方にお越しいただければなと思っていますと。で、さらにこのイベントにトークイベントもしておりまして、今日はですね、ここで2名の方というか、まあ、2つの時間帯でトークイベントを行うんですが、まあ、まさにストリートビューを通じて福島の限界地域の浪江町っていうところを、まあ、今まさに人がいないのでゴーストタウン状になってるんですが、まあ、それを撮影を決めてやり遂げた、まあ、河合というもののトークであったり、あとはいわゆる福島の原発 のダークツーリズムみたいなものを提唱していらっしゃる津田さんという方がいらっしゃりしてまして、まあ、そんな方々をお呼びしてちょっとトークセッションも六本木の方で開催しますので、前半が1時45分から2時で、僕もこれが終わった後すぐ行かなきゃいけないんですけども、であったり、あと後半がですね5時15分から開始となってますので、まあ、もし今日この場すごく大盛況の中で恐縮なんですが、ご興味ありましたらぜひ、今日もしくは明日あたりにも来ていただければ嬉しいなと思っております。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。次は、12時から、ココナラのユーザーさんによるココナラ活用術のお話をしていただきますので、皆様ぜひお楽しみになさってください。山本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。